どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の4月の18日月曜日ですね。天気はご覧の通り雨ですね。てっきりですね、昨日のナッキー7号が2両編成になっていたものですから、本日の1号もですね、てっきり2両編成かと思いきや、キー桂側にですね、非貫通型のワイドビュー車両をですね、連結したこの3両編成できたという形ですね。しかもこのワイドビューの先頭車については大阪日田非対応ですね、両端とも大阪日田非対応というような形になっておりますね。さあ、日田3号ですね、本日日田号についてはこの日田3号のみですね、増結というような形です。日田3号のみ増結という形でございます。ちょうどこれが取れてよかったかなと思っております。さあ、時計を見ると、43分なんですが、ちょっとね、先行列車遅れてるような形でね、しばらくこれが続くような形でございますね。すでに44分になりそうですけどね、そんな感じでございます。さあ、日田3号ですね、日田3号。さあ、増結がね、どれになっているかというところでございます。それをまたね、チェックができればと思います。さあ、増結ギア8号208がね、7号車についております。富山編成に要するに、増結という形で、ね、最近富山編成増結が多いような感じがしておりますけれどもね、どういう風なサイクルになっているんでしょうかというところも気がかりなところでございます。さあ、日田3号の次はですね、ちょっとね、これ中央本線の列車ですが、ちょっとね、珍しいなと思いましたね。で、313系の1300が2レーンね、くっついて、あと211の5000番台というね、8両編成、新編成でしょうかというところですね。さあ、動画はこれで終了でございます。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。またですね、明日もですね、ちょっと撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。チャンネル登録もまだまだしていただけると助かります。よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。